平野紫仕様、ファンの質問にも天然回答炸裂。夕方って、何時でめでたくトレンド入り。人気アイドルグループ、キングピンスを卒業し、渡べに所属する平野仕様26が自身のインスタグラムを更新し、ファンからの質問に愉快な回答を繰り広げています。 その可愛らしい一面が話題となり、ファンたちの心をわしづかみにしている様子がうかがえます。夕方って何時小、天然ぶり全開の質問でトレンド入り。平野仕様は26日に自身のインスタグラムに投稿したストーリーで、夕方コロ悪から質問のやつやろうかな、と軽やかなコメントを投稿しました。 すると、あるファンが疑問を投げかける形で、ちなみに夕方って何時ショー？と質問してきたのです。これに対して平野耀は、真剣に考えた後に、夕方って、えっと、何時だろうと天然な反応を見せました。その愛らしい返答にファンたちが大喜びし、ツイッターでは、く君の夕方、というワードがトレンド入りするほどの盛り上がりを見せました。 ペペロンチーノがきっかけで繰り広げられた思い出エピソード。トレンド入りした後、夕方の質問コーナーがスタート。ファンからは様々な質問が寄せられ、平野潮はそのほとんどに天然回答を繰り出していきます。中でも特に印象的だったのは、ペペロンチーノにまつわるエピソードです。 ペペロンチーノ食べたいというファンの質問に対して平野潮は中学の時何を思ったかわからないけどペロペロパスタくださいと言ってめちゃくちゃ気まずくなったのを覚えてますとのこと。まさかのペロペロパスタ発言で場の空気がぎこちなくなった様子を解雇していました。このような天然な一面にファンたちは思わず共感し、笑顔と共に温かい気持ちを抱きました。 天然キャラ全開のファンとの交流。平野紫耀のインタラクティブな交流は、ファンにとってまさに夢のようなひとときとなったようです。例えば、今から京都来れる一緒に、ハンナリしよう、と誘うファンに対しては、めちゃくちゃしたい、と答えつつも、ハンナリって何下ネタじゃないよね。しょう、と、純粋な疑問を持ちながらも、快活に返答していました。 この天然な反応は、彼のファンとの距離を一気に縮め、彼との心温まるコミュニケーションを楽しんでいることが伝わります。天然魅力がファンを引きつける。平野紫洋がファンたちに愛される理由は、その天然な魅力にあると言っても過言ではありません。彼の天真爛漫な反応と率直な言葉遣いは、一方的なスターとファンの関係を超え、 ファンたちに親しみを感じさせることができます。彼のインタラクティブなコンテンツは、ファンとの絆を強化する絶好の機会となっています。また、平野紫仕様自身がファンとの交流を楽しんでいる姿勢も、彼への愛情をさらに高める要因となっているでしょう。ファンとの特別な思い出を築く場、平野紫仕様のインタラクティブな質問コーナーは、 ファンたちにとって特別な思い出となること間違いありません。彼との交流を通じて、ファンたちは自分とアイドルの距離が一気に縮まったと感じたことでしょう。特に夕方って何時という天然な反応はまるで親友との会話のような感覚を味わえたに違いありません。これからも平野仕様の魅力に釘付け、平野仕様のファンとの交流を通じて、 彼の天然で愉快な一面が改めて明らかになりました。ファンたちは彼の魅力的な人柄とたしみやすい性格に引き付けられていることでしょう。今後も平野市耀がファンとの交流を大切にし、彼自身の成長とともにファンとの絆を深めていくことを期待しています。 その天然な笑顔と率直な姿勢が、ますます多くの人々の心を魅了し続けることでしょう。ファンと共に彼の輝かしい未来を見守っていきましょう。